サタデーステーションは、昨日までのおよそ10日間、薬を飲むなど自宅療養していた60代の女性に話を聞きました。あんなとこにロールソースが初めて見た。やっぱり東京なんだな。うん、東京なんだ。千葉ではロールソース自体がないかもしれない。うん、千葉市には。千葉市にはね。うん、あ、千葉市は会社があったかもしれない。うん、いや、千葉市会社あったって大きい会社はみんな本社東京じゃん。うん、だから。あの、一流会社の役員でもロールスロイスは使ってないよ。使ってないもんね。うん、